昨年からジャイアンツに入り丸効果と言われています。あ、場内アナウンス始まってますね。愛のあるいじりがあるとこの宮崎キャンプ。ファンの、ね、拍手でヘルメットを取って答えていきます。今年も丸ポーズ継続決まったんですね。でもあれ両手でやらなきゃいけないんで、今年できれば片手がいいっていう風に丸選手言ってました。キャプテンの紹介もありました。なので今放送席から見えると4人の選手がランチ特打を行っています。選手の表紹介もありましたね。ベテランがいよいよ本体に合流。頼りになるベテラン亀井義行です。昨シーズンは1番としてチームを引っ張っていきました。新しい役割一番というのはとても楽しかったと言っていたベテランの亀井です。その時々で一番というのはすることが違うんですと言っていました。さあキャプテンです。背番号88番ベネズエラ出身のパーラ選手です。さあパーラです。シャークダンス、ベイビーシャークが流れて東京ドームでファンの皆さんがシャークダンスを踊ることになる今シーズン。さあそんなに早く来て練習をたくさんしてるんですね。楽しみですね。背番号は88です。このパーラがライト、そして5番に定着。原田監督にとってもまた S 班が入ってくると主力組ですからね、非常に楽しみになってきます。まあ、このパーラは大きい当たりというよりはアベレージヒッター。ただいまパーラ選手、亀井選手、坂本選手、丸選手が交代でバッティング練習を行っています。皆様野球の行方には十分ご注意の上ご覧ください。ボールが飛んでいきましたら近くの方同士声を掛け合ってくれぐれもお怪我のないようにお願いいたします。さあ会場には BGM も流れまして、そしてバッティングを行っていく主力選手たち。さあ今年はこの丸がどんなパフォーマンスを見せてくれるのか。まあ、丸ポーズは継続みたいですからね、どんな丸ポーズになってくるのか楽しみです。
じゃあこのフリーバッティングをシューという声を上げながら打っていきます。ジャイアンツの3番丸です。2020年の春季キャンプ、ジャイアンツは S 班を導入しました。ベテランの丸、亀井、坂本、炭谷。原監督はその4選手は自分たちで何が必要か、そこを徹底的に練習してくれと、全体に合わせる必要ないということで、今キャプテンと監督笑顔で話していました。さあ、原監督にとってもいよいよ主力が来たかと、今年のジャイアンツの軸が今ここにいるわけですね。さあ、丸とも話をしていきます。昨年の打順ですと亀井、坂本、丸、岡本と、ここがしっかりと打順として組めたからこそジャイアンツは得点力が上がったと言われています。さあ、トボさんから、亀坂丸登場でワクワクが止まりません。止まらないですよね。僕もワクワクしております。それにパーラが入るわけですからね。さあ、キャプテンも笑顔を見せながら声をかけてバッティングしていきます。まあ、本人の中で先ほどインタビューで、まあ、焦るところもありますが焦らず調整していきます、ただ焦るところは焦っていきますというふうに言ってましたね。まあ、無理はせずその中でもしっかりと、まあ、どこに合わせていくかというのをね、本人も分かっているというのがあります。